死にたい気持ちが強く頼れる人もいません、えー、昨日、外来の診察日でしたが自分の気持ちをうまく主治医に伝えることはできませんでしたと昨日もらった薬も全部飲んでしまえば死ねるのかなと考えてしまいます、えー、どうすればいいのでしょうかということですねうんまあちょっともう1回受診して早めにその主治医の先生と相談するのがいいんじゃないですかね。 うん、で自分の気持ちを伝えるっていうのもあるんですけど、まあ、気持ちを伝えるっていうことにも今の状況を伝えるとか今の考えを伝えるとか自分の気持ちというよりは今の客観的な状況を伝えるってところからスタートしてみるっていうのもまあいいんじゃないかなと思いますね。うん、だからなんで死にたいと思っているのか何に絶望しているのかそれは人間関係なのか仕事なのか家族なのか自分の不甲斐なさなのか。 まああると思うんですけど、でどういう治療方針で今やってるのかってことですよね。その治療方針に対して今我慢しきれないよということなのか、まあ、ちょっとこれだけだとちょっとわかんないですけどね。はい、まご参考ください。では以上でこの動画終わります、えー。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、えー、グッドボタン、チャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。